達成不可能なノルマを課してで、未達成だったら責任を取れというやり方で、過酷な仕事で、まあ、メンタル不調を作り出すうつ病や適応障害に追い込んでいくと、そして病気のためだという自己都合退職という形に追い込んでいく、河、まあ、野春樹さんなどはこれをブラック企業の手法の一つとして指摘をしているわけです。労働政策研究機構の調査でも、メンタルヘルス不調で休職した社員の42%が、休職制度の利用中や復帰後に退職をしております。 厚労省に聞きますが、精神疾患などによる解雇、休職中の半ば強制的な自己都合離職などについて、やっぱり実態を調べる、であるいは不利益な取り扱いを許さないルールを徹底していく、相談窓口に設置していくなど必要だと思いますが、どのような取り組みを考えておられますか。中野労働基準局長。えー ストレスチェック制度はあの、労働者自身のストレスの気づきを促すとともに、えー、職場環境の改善につなげることを目的したものでございまして、正常な理由なく、労働者に不利益な取り扱いなされることはあってはならないと考えております。えー、このため、えー、結果についてはあの、直接労働者に通知されまして、えー、同意なく事業者には通知されないこと仕組みにするなど、えー、労働者の意向に反して、えー、こ,のこのような情報が取り扱われることがないような仕組みとしております。また ストレスチェックを受けなかったことや結果の通知に同意しないことのみをもって不利益なとっ 取扱いを行うことも、法の趣旨を踏まえれば不適切と考えられるため、労働者の受信義務の規定がないことの趣旨等を指針等に示すことによりまして、事業者への周知を図っていきたいと考えております。さらにあの、労働者の申し出に応じた面接指導につきましては、えー、ご指摘がありましたように、申し出をしたことを理由とする不利益な取扱いをにつきましては、法律上禁止すると,とともに、面接指導の結果を踏まえた事業措置の適切な方法や、不利益取扱いと認められる事業者の 行為を今後、死んで示すことなどによりまして、正当な理由なく不利益な取り扱いがなされないような仕組みとしており、これらに沿って適切な運用がなされるよう、周知啓発、施行後の必要な監督指導を行っていきたいと考えております。まままたた、えー、ジルのあのの調調査査等のお話もございましたがその調査によりますと 職支援プロ,グラムがプログラムがない場合は、メンタルヘルスによる離職退職率が高いこととも認められておりますので、今後とも、えー コロナの健康問題に急用した労働者の職場復帰支援の手引きというものを作,れ作成しておりますが、これによる周知啓発や、えー、産業保険総合支援センターを通じました、えー、職場復帰支援プログラムの支援等によりまして、えー、事業者、またあそれからあのいろんなあの厚労省におけるーあのポータルサイトの運用等によりまして、支援に努めていきたいと考えております小池晃君。丁寧な対応を求めていきたいというふうに思います。 先月最高裁では心の疾患については社員の申告がなくても会社に安全に入る義務がある事業所の責任は免罪されないという判決が出されております労働者からの申し出がなかったからといってうつ病の発症などが個人責任にされて使用者責任が免罪されることはあってはならないというふうに思っておりますそれからのメンタルヘルス対策というのは年一回のチェックだけでは済まないと思いますやはり雇用者はその責任として長時間労働の抑制 休養をしっかり取ること、福利厚生の充実、まあ、いろんなハラスメントの根絶など、一部予防をきちんと行うことが求められるというふうに思うんですね。大臣、わが党は本国会、今国会本院に、ブラック企業規制法案を提出をしております。やはりメンタルヘルス対策に正面から取り組むためにも、私たちの法案で提起をしているような中身、例えば残業時間の上限を360時間、これを、えー、指針ではなく法定化をすると。 あるいはサービス残業が発覚した場合の残業代の倍返し制度と、えー、あるいはその、まあ、抑止効果を働かせるということで、残業代を倍返しさせると、発覚した場合にはね、からパワーハラスメントの法的な規制と、でこういうその中身で、うん、法案提案してるんですが、やはりその長時間労働を、ね、抑制するための法制化制度で、こういったことを法制化、あるいはさまざまな施策、必要だと思いますが、いかがですか田村厚生労働大臣。 残業代の倍払いですね倍買者と大変なことになっちゃいますよ、ね、<laughs> あの、まあ今お話ありました、まあ、例えばあ労働基準,法基準法に違反するような部分に関してです、ね、えー、まあ例えば地域の未,未払いでありますとか、そういうことは,です、ね、これはもう適切に対応していかなきゃならないわけでございまして、えー、厳しい対応してまいりたいと思いますし、まあ、労働時間等々もです、ね、しっかりと我々はチェックしかなきゃならないとうう思っておりますが。 あの一方で、今言われたように、ですねまあ360時間をですね厳密に扱うでありますとか、まあ、倍払いでありますとか、ということは、ですねこれはまあ、いろいろとこれから労使の中でもご議論いただかなきゃいけない話なんだろうと思います、いずれにいたしましても労使をお決めになられることでありますがあの、そういうようなご意見があるということは、参考にさせていただきたいというふうに思います小池晃君。ぜひしっかり参考にしていただきたいと。 やっぱりあのきちっと法制化したり、さまざまな、先ほども長時間労働の話あったけれども、やっぱりサブロッ協定で特別条項なんて、もうどん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 天井なしでやってるのが実態で、それでやっぱり過労死を超えるような基準で働かせてるわけでね、やっぱり歯止めは必要だということを改めて私も言いたいと思います。それから先ほども議論ありましたが、今回50人未満の中小企業、 中小規模事業場のメンタルヘルス対策は努力義務となっているわけですが、その点ではやっぱり地域産業保険センターの役割が大きいと思います。地域産業保険センターのホームページを見ますと、小規模事業場の労働者に対して、医師による面接指導の相談とか、健康窓口の開設とか、個別訪問による産業保険指導の実施、産業保険情報の提供と、小規模事業者への利便性を考慮して、地域ごとに置いたという、非常に大事なことだと私は思う。 しかしね、これだけの役割を、これ、非常勤のコーディネーター1人でこなさなければならないという仕組みで、まあ、これまでは月8日でよかったというのを20日に延ばすというので、それで前進だというふうに説明を受けたんですけど、やっぱりそれでもね、掲げた今の中身を実施することは難しい、まあ、センターというのであれば、せめて複数の専門家を常勤で置くということをやるべきではないかと思います。で大臣ですね、やはり中小企業対策、先ほども大事だという指摘もあったので、 やはりこの地域産業保険センターの抜本的な強化、必要ではないかと思いますが、いかがですか。高取厚生労働大臣政務官。えー、小池委員にお答えをいたします。産業保険活動総合支援事業は、これまでの産業保険推進センター、地域産業保険センター、メンタルヘルス対策支援センターの各事業を平成二十六年度より一元化したものでありまして、各都道府県単位で設置する産業保険総合支援センターにおいて、心と体の相談、 等をワンストップサービスで提供するなど事業場の産業保険活動を総合的に支援する機能が強化されているものと考えております産業保険総合支援センターは地域窓口を設けまして専門的なコーディネーターを配置いたしまして小規模事業場を対象に産業医や保健師による労働者の健康管理に係る相談対応や個別訪問指導のほか産業保険に関する 情報提供などの支援を行うことといたしております委員のご指摘も踏まえまして、今後とも小規模事業場において、産業保険総合支援センターの積極的な活用が図られるよう、機能強化に努めるとともに、周知広報に努め、支援を行っていきたいと考えております小池晃君。しっかりやっていただきたいというふうに思います。また、法案では、重大事故を繰り返す事業,主事業主に対して公表する制度を作るわけですが、 労災の死亡事故が年間1000人を超えているというのは本当に重大だと思います。建設業についてあのお聞きしますが、厚労省の報告では、建設業で働く労働者の事故は減っているとなっているんですけれども、全県総連は、厚労省の統計の建設業部分には、一人親方や事業主の事故が入っていないと、で実態でいうと、やっぱり一人親方事業主とされているケースが非常に多いわけですね。で一人親方のの場合は特別入入といいう形で労災ににってて認定もされているのに このの統計の公表から除かられているとでやはりその建設業で、一人親方や事業主の死亡事故を除いた数字で、事故減ってるっていうのはおかしいではないかと、対策にも影響するという指摘をされていますであの、厚労省に聞きますが、なんで一人親方や事業主をこれ労災事故統計に入れないのかで、組合の要求で昨年7月から12月までの数字を調べたと聞いてますが、これ、どれだけあったんでしょうか労働基準局判断安全政部長。 お答えします。えー、っとあの1人親方につきましては、あの特別加入に入ってるのにあの労災に入れていないのでは？あの、私ども考えではございません。で、労働者性がないということで、労働者統計から外してございます。ただ、その作業実態がですね。あの結局、労働者の皆さんと同じような。 危険な環境で、危険な作業に従事しておられる方が多々あるということで、これを救済する必要があるということで、特別加入制度が設けられているものだと理解しております。それで、ただいま、そういう状況で、統計に入ってございませんが、委員のご指摘ござ、あの先生がご指摘ございましたように、私どもの方では、この一人親方の災害発生状況について、調査する必要があると考えてございまして、25年8月から調査を行っているところでございます。 現在、半年分の調査結果について集計しているところでございまして、えー、取りまとめが終わり次第直ちにこうす公表する予定としてございます。す小池晃君。これ、はあの早く発表して、必要な対策を取っていただきたいと思います。えー、受動喫煙の問題について聞きます。で前回提出法案の義務規定から努力義務規定になって、交代したわけですね。で今回、の義務規定変更した理由として、県議での義務化すると国の現行の支援がなくなるとの意見に十分留意したって、これ、よくわかんないんですけど、 まあそんなことが書いてあるんですね。でそれではじゃあ、国の支援というのはどうなっているのかと、で配布資料を見ていただきたいんですが、中小企業への受動喫煙防止対策助成金推移を見ますと、2012年度は予算5.6億円だったものを、まあ、昨年はこれ、先ほども説明あったように、対象を全業種に広げたと、で上限も引き上げたと、予算額7.6億円になったと、ところが実績は3.9億円で、357件でしかない。 で今、これ、対象とすべき事業所ってどれだけあるかと計算してみると、全業種で385万です。で、そのうちすでに分園に取り組んでいるという6割を除いたとしても15じ、154万事業所が対象になるのに35、357、まあ、4300事業所に1件と、で極めて支援規模、小さいわけですね。で先ほど、指摘もあったようにね、これね、助成率やっぱり引き上げるべきですよ。もっと使えるような制度にしなきゃいけません。でところが 今年度予算も見ますと、さらに予算を7.3億円に減らしているんですね。で、今でもあまりに低い水準なのに、なんでさらに下げたんですか今年の予算で。中野労働基準局長、えー、平成25年度の受動喫煙防止のための助成金は、あのそれまでの執行状況は25年度から行った助成率の。 引き上げ及、えーび,えー、び業種拡大を総合的に判断して7.6億円の予算でございました。えー、しかしながらあの助成金についての周知広報が十分でなかったこともありまして、えー、あの25年度の助成金の執行率につきましては、えー、ただえま委員ご指摘がございましたように、まあ、あのー 三百五十七円三点九億円二月現在そういう見込みでございます。でこのような状況を踏まえまして二十六年度の予算においてはまああの七点三億円という状況でございます。今後とも助成金が十分活用されるようより一層周知広報に進めてまいりたいと考えております。小池晃君。まあねあの努力義務にする法律を通そうというときに予算を減るっていうのはねこれはやっぱりねおかしいと。 いうふううふに思うんでですよでこの法案が成立して、多数の事業者の申請が殺到して、予算不足したらどうするのかと、で大臣ですね、これ、も予算はもう通ってしまったんで、これ、変えることはできないわけですけれども、やっぱりその新たな財源確保してでも、全面禁煙、空間分煙進めるために、もう少なくとも申請にはすべて応えると、でありとあらゆる手立てを尽くすと、でこういうやっぱり予算減らすなんてことはね、ちょっとやめてほしいなというふうに思うんですが、いかがですか。田村厚生労働大臣あの やはり執行状況というものを見てです、ね、あまあ財務当局とのやり取りの中で、今晩こうなったわけでありますが、法律を成立させていただければです、ね、えー、これ、説明会含めて、わ、え、れ、ー、我々も PR、広報、しっかりやりながらです、ね、えー、まあ本年度の執行状況を上げていけば、当然来年度はです、ね、さらに予算を要望ができるわけでございますので、そのためにもご協力をいただければたいかと思います。 小池晃君十分協力していると思うんですけれども <laughs> ぜひねそうが頑張ってほしいと思います、えー、原発労働者の健康問題について聞きます福島第一原発の中で死亡事故が起きました3月28日に掘削作,作業していた下請け、えー、会社の作業員が土砂の下敷きになり死亡した本当に痛ましい事件でやはり事故でまああのご冥福を心からお祈りしたいと思います で報道では救出から医師の診療まで25分かかっているというふうに言いますで福島第一原発は日々4000人もの方が危険な作業に当たられている極めて特殊な職場でありますしこれから廃炉まで今後数十年かかるとで二度とこんなことが起こらないような対策必要だと思いますで今回の事故の検証そして事故発生時の連絡体制の再徹底は当然だけれどもやはりその医務室への医師の常駐ということだけじゃなくて 今回のような重大事故に対応できるような本格的な医療体制を作るべきではないだろうかと、私はこれは大臣ね、危険作業に従事している作業員への国のやっぱり姿勢を示すことにもなるというふうに思うんですが、いかがでしょうか高取厚生労働大臣政務官。東電福島第一原発のの事故収束にに向けましてて多くの作作業業者が過酷な環境において作業 いたしておられることから、委員ご指摘のとおりですねえ。こうした労働者に対する医療体制は大変重要であると認識をいたしております。え、厚生労働省といたしましては、事故当初の早い段階から発電所構内に医師を常駐させる体制の構築を指導いたしておりましてえ、この結果、救急医療の専門医等が常駐する救急医療室が発電所構内に既に設置をされております。 また、あ、症病者の症状に応じまして、より高度な医療機関への搬送を適切に行うため、搬送体制等を確保するよう指導いたしまして、その結果、ドクターヘリにつきましては、発電所北側3キロ付近の駐車場にすでに発着場を確保しているところでございます。小池晃君。まあ、ちょっとありとあらゆる手だとやっぱり取ると、からやっぱり本格的な医療施設みたいなものも私は考える必要あるというふうに思っています。 放射線被曝によってがんや白血病を発症し労災認定になった場合の給付について聞きます労災保険の仕組みでいうと認定を受けると基礎日額の80%が休業手当として支給されるわけですで放射線によって起こる疾病というのはこれは長い期間かかって発症します一方で労災認定となった時の給付の基準は最終職場の賃金となっています福島第一原発のあの非常事態の中で働いた労働者が まあその後、廃炉作業、あるいは除染作業についた場合も、その最終事業上での賃金が基準とされる可能性があります。であのー、現こう今、現場見ますと、今も重層下請け工場で構造で、危険な作業についても、まああのー、ピンハネが行われていて、危険手当含めても1万円以下というような訴えも寄られているんですねで。仮に放射線による労災が認定されても、最終職場の賃金の認定、算定ということでは、生活保護水準以下のね、 労労災とということになるる働者がが多数出る危険がありますでやはりね最悪の事態に文字通り命を張って尽力した労働者に対して万が一こう労災の事案が起こったときにやっぱり私はこれ冷たいと思うんですで放射線など被爆してその後時間を置いて発症した労災のその賃金日額の算定というのは大量被爆をした事故直後の緊急作業時の賃金をもとにして本来労働者に渡るべき危険手当も含めて 基礎日額を算定するような特別の措置を取るべきではないでしょうか、厚労省、いかかがですか労働基準局、安藤労災保障部長。 お答え申し上げます労災保険制度におきましては、被災労働者の家族能力を適正に評価し、これに基づいた補償を実施するという趣旨に考えまして、労災保険法第8条第1項で、業務上の疾病の場合の給付基礎日額について、疾病の発生が診断により確定した日を起点に算定するというように定めております。 このため、疾病の診断確定日に放射線業務に従事している場合には、賃金の工程にかかわらず、その事業所における賃金を基礎とすることになっております。また、診断確定日に放射線業務に従事した事業所を離職して、もはや放射線業務には従事していないという場合には、直近に放射線業務に従事した事業所における賃金を基礎とするということにしております。 このような基本的な考え方のもと、現時点においてご指摘のような特例等を設けるということは困難であると考えておりますが、今後とも具体的な事例に即して、適切な保険給付がなされるように対応してまいりたいと考えております植木昭君。とういう,う堅苦しいことでいいんですかと、大臣ね、やっぱりね、こういう異常事態だったわけですよ、非常事態だったわけですよ、そこで献身的に頑張ったわけですよ、仕組みはそうだっていうのはね、その通りだと思うんだけど、やっぱりここはね、ちょっと特別な手当て考えるということを。 これはあの、はすぐにでもなくてもね、検討課題でもいいですから、やっぱり考えるべきじゃないですか、大臣、いかかがですか田村厚生労働大臣ああの。委員のご意見として、参考とさせてあげます。小池晃君。私はこれはね、本当に真剣に考えるべきだと思います。それから、今回の福島第一原発の事故を受けて、緊急作業従事者の一部には、健康手帳を出すことになって、管理することになりましたが、それ以外のその原発事故の関連作業従事者に対しては、まあ、事業主の管理責任という。 行政は監督指導するだけになってます。で、これではね、やはり現場で働く作業従事者の不安拭えないと思うし、まあ、これから除染廃炉とも何十年にわたって被爆する作業が続くわけで,で、若い人本当に多いんですよ、現場には。で、皆さん将来の自分の健康への不安を抱えているし、自分の子供たちの健康にまでその不安を及んでいるわけで、私はね、これを国として今のままの制度でいいのかというふうにあの申し上げたい。で、日本医師会は、 原発事故関連の作業を行った従事者が離職後再従事するようなことを繰り返すような場合でも、作業従事者の雇用状況が事業主に確認できるような一貫した健康管理が可能なものにすべきだと提言をしております。そして福島第一原発の収束作業に従事した全労働者はもとより、すべての放射線業務従事者、除染等業務従事者、特定線量化業務従事者だあったものに、健康管理手帳を交付し、 在職中および離職後の健康診断を保障する制度の早急な構築が必要だと提言しています。大臣ですね、私はこれはあの非常に貴重な提言ではないかと、で原発作業員の障害健康管理を、やはりその手帳制度なども創設をして、国が責任を持って行うということをね、これは私、検討すべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。田村厚生労働大臣あのー まあ原子力発電所の作業員に関しましては、ご承知のとおり、法令で,ですね事業主が線量管理でありますとか、警告管理をこれはしているわけでありまして、これはあの法令のとっ手でありますから、厚生労働省といたしましても、監督指導をしっかりやって、履行の徹底をしておるわけであります。このこの緊急作業員まあ緊急急作作作業時作業業員、時にされれた方々に関しましまては、は、 その時に緊急作業ということで、まあ、事故が起こった直後でございますから、その被爆限度量もですね、250ミリシーベルトまで上げたわけであります。で、さらには極限状態で作業されておられますから、大変な心理的負担もあったわけでございまして、これに関しては国がですね、データベースを作った上でですね、長期にわたって健康管理をやるということになっておるわけでありますが、 あのまあ、これはそういうようなあ、まあ、特別な状況の中で、被爆線量も多いかもわからないという中で作業されたということにおいて、そのようなことをやっているわけでございまして、あの一般の作業員の方々、原子力発電所の作業員の方々に関しましては、あのこの対応という形ではないわけでありまして、法令にのっとって事業主に対応していただくということであります小池晃君。私は3.11の前と後ととでは違っていると思うんですよ。 やっぱり今のね、除染、廃炉の作業っていうのは、通常の業務ではないわけですよ。で、あの、占量がね、今の瞬間、そんなに高くない場面もあるのかもしれません。しかし、やっぱりああいう異常な環境の中で働いているっていう人たちに対して、私は国が責任を持って生涯の健康管理をやるんだということをね、示すべきだと思いますよ。えー、これはね、ぜひ検討していただきたい。それからですね、データベースに登録をしているわけですが、 このデータベースの登録状況についても登録率が低いっていうことについて日本医師会はこれはなかなかその事業の任せの検診になっているっていうことがあるというふうに指摘をしていて国が強制力を持った検診をやるべきだというふうに言っています検査データは長期的な健康管理への活用はもちろん疫学的研究においても非常に重要になるという指摘です私もこれも全く同感です、えー、同時にですねデータベース登録対象者のうち検診の対象となっているのは 白内障の検査で被曝量は50ミリシーベルト超え、癌検診では100ミリシーベルト超え、合わせて905名ですで。それ以外の1万2千人近い人々は対象外ですで。厚労省に聞きますが、やはり原発事故の収束作業に当たっている労働者全員について私は定期的な癌検診をやるべきだと思いますけれども、せめて事故後に高い線量を被曝した可能性が高いデータベースの、ね、登録対象者については、 やははりこれは国の責任でがん検診を行うべきではないですか労働基準局判断税制部長あの。先ほどの繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、あの今、特別なこのあのデータベースを作ってやってるというようなところの理由というのは。 この非常に厳しい環境の中で緊急作業に従事されたということに対する配慮ということがございます、であのこういった方々に対する長期的健康管理をどうやっていくかということを専門家検討会で、えー、ご検討いただいて、その報告に基づきまして指針を定め、えー、それに基づいて管理をやっているところでございます、まあ、こういう考え方でやってきておりますので、えー、やはり、あのー、基本的にはです、ね、やっぱり事業主の方が、あのー、それぞれの管理をきちっとやっていただく。 あのそれを私ども、国の方ではきちんと押さえてやっていくということで、やっていくべきではないかなと考えてございまして、それはあの他の危険有害業務と同等にあの,の考え方であると考えておるところでございます小池晃君。いや、すべての原発作業員の検診をやりなさいとは言ってないんですよ、今おっしゃったように、厳しい環境の中で働いたというね、このデータベース登録者だけでもせめてやっぱり、これ、国策として原発推進した、そしてあの緊急作業だって、国の命令でやったわけじゃないですか。 でそれでその被爆をしたって人たちに対して、やっぱり国が責任を持って、せめてこのデータベース登録の1万2千人については、がん検診をやるぐらいのね、やっぱり国としてやっぱりそういう姿勢を私は示すべきだと思いますよ、それが本当に真剣に頑張った人たちに対するね、私は対応だと思います、ぜひ検討していただきたい、最後に、労働条件の問題ですが、東京電力はあの下請け業者を通じてアンケートやって、これで法律違反の偽装請けパーが17%あるというふうにされています。 でしかし、このアンケート後もです、ね、危険手当全く出ていないとか、偽装請負は表面上は変わったけれども、中身変わってないとか、まだ危険な、ね、業務は実際にやられているとは、そういう告発はどんどん寄せられていますで。現場ではね、労働局が、偽装請負は違反ですというリーフレットを配布するなどの努力しています。しかし、実態把握、まだまだ不十分なんですで。私ね、提案したいのは、これはね、下請け事業者を介したアンケートだと、正直にやっぱり書かないっていうんですよ、労働者に聞くと。 やっぱり結局それが伝わっちゃうと。だからこれじゃ駄目なんじゃないかっていうのは現場の声です。事実も本音も明らかにできないと言っています。やっぱり危険手当がちゃんと届いているかどうか、偽装請け負はあるのかないのか、労働環境は本当にどうなっているのか、直接行政が、私は労働者に対してアンケートをやるべきだと。それはね、繰り返し起こっている事業者に対する違反事業者への警告にもなります。作業員に対しても、国はあなたたちのことをね、真剣に考えてるんだよと。 安心してて働けるるよよううに頑張っいんだよというメッセージもなりますでぜひね、これはあの以前から厚労省にはやってほしいと言ってるんですが、だ、あ、め、のー、なんですよ、大臣、ここはね、政治的な判断で、このぐらいのことやったらいい,ですい,いじゃないですか、やっぱりきちっと労働者の声を国が責任を持って直接聞くということをやったらどうですかいかいがでしょうか、田村厚生労働大臣。 あの、まあ、現状でもですね、富岡監督署が定期的に入っているわけでありますし、今委員がおっしゃられたとおりですね、まあ、犠牲、偽装請負でありますとか、まあ、労働条件等々に関しては、いろんな、ああ、広報をしておるわけであります。で、今度、広野町にもですね、新しく事務所を作ってですね、対応しようというふうに考えております。あの、いずれにいたしましても、あの、労働者の方々が相談をしやすい、 体制を作ってです、ね、生の声がいつでもわれわれ、しっかりと、まあ、確認できるような、そんな体制を取る中において、えー、労働者のいろんなご意見をたまってまいりたい、このように考えております小池ぐらいやるべきですよ、あのね、リーフレット作ってるんだから、そこのところの下の方に、ここに書いてくださいって、でなんか返信用のハガキかなんかつけてね、でそれでもう、労働者にあの集まってる場所あるわけだから、そこで配ると。 でそれがね、返ってくると、それだけでいいじゃないですか、やっぱりね、労働者にしてみれば、下請け事業者からアンケートね、書いてくれって言われたってね、これ、本当書きにくいって言うんですよ、私もそうだと思いますよ、でそうじゃなくて、これは直接、富岡の労働局なり、厚生労働省本,局本省なりに届くというアンケートにすれば、やっぱりその国だったらね、聞いてくれるんじゃないかということで、僕は書いてくれると思うんです、ぜひこれはね、これぐらいのことはね、やっぱり検討してほしい、ぜひやってほしいと。 いうふうふに重ねてあの要望にしておきますが、訴えて、えー、質問を終わります。